立山山陸スキー場は、富山県富山市の現地区から、阿波すの地区にまたがるスキー場の総称。極楽坂、雷鳥バレーの2つのスキー場から構成される。富山地方鉄道立山線元宮駅や、立山駅から近いところに位置する、北陸地方を代表するスキー場の一つ。極楽坂エリアと雷鳥バレーエリアは隣接し、ゲレンデ上部で往来が可能。 立山山六共通圏という圏で、隣の合わすのスキー場を含めた三つのスキー場を利用できる。もともと二つのスキー場は別々の運営母体を持っており、合わすのスキー場とともに同一地域に所在するスキー場の総称として、立山山六スキー場と呼ばれていた。しかし、2006年のシーズンから大腸バレースキー場が、富山県営から、 富山市営に移管されたことに伴い、富山市主体の第三セクターで、隣の極楽坂スキー場の運営母体である大仙観光開発が、大庁バレースキー場の運営も行うこととなった。隣接市場部で接続する、この2つのスキー場の運営を一本化し、スキー場の名称を、立山三陸スキー場とすることになった。また、構成する2つのスキー場をそれぞれ、 極楽坂エリア、雷鳥バレエエリアと呼称することになった。そのため、立山山独スキー場という名称には、極楽坂エリアと雷鳥バレエエリアからなるスキー場の名前と、立山山独スキー場と合わすのスキー場の総称の二つの意味がある。雷鳥バレエエリアは、富山県富山市元宮花切割にある、立山山独スキー場の東側に位置するゲレンデである。 2005年のシーズンまでは、来ーバレースキー場であった。もともと1977年開業の富山県を代表するスキー場で、県内初のゴンドラリフトを有し、以前は県営ゴンドラスキー場という名称だった。来ーバレースキー場という愛称が付けられたのは1992年度から、ユートピアゲレンで、奥に見えるのがパラダイスゲレンで、 ファミリー向けのコースが充実している。パラダイスゲレンデ上部と中間部で極楽坂エリアと接続。パラダイスゲレンデで2007年3月15日に全日本スキー選手権大会フリースタイル競技が行われた。第3ペアは2006年度のシーズン営業終了までシングルリフトであった。近年までユートピアゲレンデ西側に第1パラレル AB が 運転されていたが、県から市への経営移行に伴う地権者とのトラブルのため運転できなくなり、2008年2月現在、ケーブルが外され、当面運転を休止している。また、パラダイスゲレンデニ側シュ川に第4ペアが運転されていたが、2010年1月現在すべての施設が撤去され運転を終了した。2016年9月末より、 ユートピア・ゲレンでの地権者との再契約交渉が行われたが、同年11月末までに一部地権者との合意が得られなかったことから、リフト運行を中止し、2017年1月19日には、運休中の第二ペアパラレルを撤去する方針を発表した。これにより2016-2017シーズンは、 第2ペアパラレル、これに接続する第3ペアリフトが運休する事態となった。その後2017年3月には、地権者が交渉の再開を望み、契約を更新し、富山市は撤去を中止した。かつて現在の第5ペアが設置されている場所には、全国的に珍しかったケーブルが途中で向きを変える、屈曲リフトがゴンドラ山頂駅付近まで運転されていた。 現在はすべて撤去済み。ゴンドラリフト老朽化問題地権者契約問題が一段落、下に2017年の当期営業終了後の点検で、1977年1月設置のゴンドラリフトの支柱一本に不具合が見つかり、詳しい調査とその後の回収には、約2年ほど要する見込みであると発表した。その後の調査では16本の支柱が腐食し、8本に、 変形が見られ、強度が低下していたほか、頂上駅を支える鉄骨も、強度不足が見られ、同年12月7日の富山市議会12月定例会、本会議にて、改修は難しく撤去は避けられないと、富山市長が答弁した。その後、2019年2月に、富山市は、2020年秋までにゴンドラリフトと、ゴンドラ山頂駅を撤去すると発表した。 半期は、滋賀高原東立山ゴンドラリフトの半期更新に用いられた。ゴンゴラ内から撮影した第一駐車場。極楽坂エリアは、富山県富山市原にある、立山山六スキー場の西側に位置するゲレンデである。2005年のシーズンまでは極楽坂スキー場であった。牛竹温泉スキー場と並んで、富山市外から最も近いゲレンデ。大庁バレーエリアと、 同じほどの利用者がある。来庁バレエエリアに比べ、上級者、競技者向けのコースが充実しているのが特徴。ジャイアントコース上部と中間部で、来庁バレエエリアと接続。2000年に行われた、と山国体冬季大会には、チャンピオンチャレンジコースで、アルペンスキー競技のジャイアントスラロームが行われた。また、チャレンジコース横の70メートル級ジャンプ台では、 準ジャンプ競技が行われた。2007年度より運転開始。設備変更以前はペアリフトであった。1990年代後半にリフトの見直しが進み、一部のゲレンデで残っていたシングルリフトなど利用者の少ないリフトを廃止した。また、上部生誕のアルペンコース並びに第11シングルリフトは廃止となった。利用者の大半は富山県内からの客である。 アワスのスキー場と合わせると、富山県内のスキー場の利用客数の約30から40%に当たる。来長バレーエリアのゴンドラリフトは、オフシーズンにも運行され大品山や、桑崎山への登山道の一部として運転されている。他、第5ペアリフト降り場付近には、展望台があり、晴れた日には、富山湾、能登半島や雄大な立山連峰を一望できる。 さらに展望台広場横には幸せの鐘ハッピーツインベルが設置されている。近年はトレッキングコースが整備されゲレンデや周辺でトレッキングが楽しめるようになり大長バレー極楽坂エリアの山麓付近ではイベントが実施されることが多い。その他キャンプパークゴルフフィールドアスレチックなどがある。立山パラグライダースクールではパラグライダーの体験も実施されている。 2011年より、来庁バレエエリアのゴンドラ頂上駅付近で、ジップラインアドベンチャー立山という木々の間に、ワイヤーを張り滑車を持ち滑空する、ジップラインを開始した。コースは、全長48メートルから158メートルの6、コースがある。2019年2月末に、スキー場を管理運営する大船観光開発は、経営改善のために今後、 ジップラインアドベンチャーリッツさんを含め夏季営業の中止、スキーシーズンにおける極楽座が、ライチョウバレーのリフトそれぞれ一気の運行中止を検討している。ありがとうございます。